最近唐突に RPG で世界を救いたい寺島純太ですおお、私は最近ずっとパズルゲームをして心を無にしています三沢幸子です <laughs> 寺島純太と三沢幸子の小説家になろうなべセカンドブックこの番組は小説投稿サイトを小説家になろうに実際に投稿された作品をピックアップその作品のあらすじ読みどころを僕たち二人の朗読で紹介 MBS ラジオの YouTube チャンネルや SNS も使って盛り上げていきます RPG? なんかね。疲れちゃうんだよな ずっっとやんんなかったんですよ僕も、うん、モンストとかいわゆるこう短時間でサクッとできるゲームとかあとバトル分けですかね大体30分で一試合でみたいなストーリーがいわゆるないやつだったんですけどうん、うん、アクションとか,なんかやたら FF とかドラクエとかいわゆる王道の RPG ゲームを最近やりたい欲がすごくて。 な9とか9だって11はね買ったんだけどやってないんですよで10が今度の,あのオンラインのね10が今度オフライン版で出るみたいな話があるのでちょっとまたドラクエやりたいなーみたいな感じになってもう三沢さんは心を無にずっとパズル何があったんすかいいいやいやいや 常に生きるのは大変ですから、ただパズルゲームをしてるときは何も考えなくていいんです。ただ、できるだけ少ないターンで問題を解くというか。ああ、はい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 、だったりとか、まあ、つむつむだったりとか。あ、考えなし、考えることほぼなく、まあ、効率よくするためによりちょっと考えた方がいいけど。それ以外はもう指を動かしても、テクセルなんかできちゃうみたいな。反射でね。反射でできちゃう。みたいなやつだと。 何も考えなくていいあとパズルゲームはあーあのオーディションのこととか考えなくていい CV とかあんまないから海外産のパズルゲームとかだと<ー>なんかもうあのこれ UI がこうだなとかもうあんまない日本の会社でこういう会社がやってんのかなとか考えなくていいい海外の知らなな会社がが面白ゲゲーームム作ってるる心穏やかかにでできるかもしれないですねそ,うそれだから私はもうずっとずっと家でとか暇な時間なパズルゲームやってはパズルゲームのスタミナがきれい。はいはい 違うパズルゲームやろうつって、<laughs> それの繰り返し。死んだ時、走馬灯で、絶対省かれるよね。その。その省かれない。メイン、メイン。パズル <laughs> いや、それメインの、しょうもない人生。しょうもないでしょ。<laughs> それメインはしょうもないよ。よでも、だって、エアでできる時も、寝れない時とか、目つぶってたら。うん パズルで,できるんですよ一人で。それは中毒じゃないから。<laughs> そういう時ありますからね。それはもう将棋のあの棋士の。そうかもしれない。で空でこう撃てちゃうみたいな。てちゃうかもそのレベルじゃないですか。すごいですね。そんなぐらい私はゲームやってますね,、まあ、ね。お互いなんかゲームに逃げたい時もあるんで、ね、すけど。ありますあります。うん、<laughs> じゃあお便りご紹介しましょう。はい。 えー、過去に戻りたいおっさんさんからいただきましたもうなろうにぴったりなおじさんがいますね,ねえこんにちはお二人様,二人様、えー、毎週欠かさず聞いていますありがとうございます日曜のこの時間は憂鬱な気持ちなのですが三沢さんの明るい声を聞いて癒されています三沢さんの大ファンですありがとう素人ですみませんが沢さんんはなぜざわみって言うんですかあとその高いテンションは放送後も続くんでしょうかはい教えてください <laughs> ちちゃったむせちゃっったたこれからも応援していますのです頑張ってくださいということで「ざわみさん」というのはこの番組で生まれたもので,そうですよ今セカンドブックなんですけど一番最初のファーストシーズンでお互いそのコミュ障同士だったので、うん、まあよくあるこの「あだ名を、ね、あだ決めようよ 決めなさいっていうなんか出た気がしますねなんかそう,そういうトークテーマみたいなのがね。でこう僕が「無理くりざわみさんどうですか?」けてください言っ,って「ざわみ」って言われて私も「普段なんて呼ばれてるんですか?」って言ってずんたくんとかずんたずんさん。<うん S 1> <laughs> っていう言ってますけどね。そうですね。でもまあふとした瞬間アテルスムさんって言っちゃいますけどね。ね全然言っちゃいます。僕も三沢さんって言っちゃいますからね。ま,ねえー、まあ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 。それですよ。で<も>ふふ普通というかふほふ他の番組ではザーミって呼ばれてるとこ一個もないですからね。そうですよ。ここのリスナーここだ,けだけがザーミって呼んでくれてるわけですよ。<laughs> ツイッターでもねちょいちょいザーミさんっていうのはね、うん、やっぱこの番組を見てくださって聞いてくださってる方々がもうなんでっていうのはずんさんに聞いた方がいいなんで三沢がザーミになったんですか三沢で <laughs> ザーミいや意味わからんけど勝手につけられましたね <laughs> なんででしょうねなんか好きなんですよねそういうあの文字をちょっと半,いい半分変えて,ってアナグラムみたいなシューターをなんかダシュって呼んだりしましたえー、うん ダッシューダッシュとか言っていやダッシューじゃねえしみたいなのを小学生の頃やってた。ああはい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 。っていうノリのままですね僕の,の。いじめんじゃないよ三沢さんは。おじめじゃないじゃん。<laughs> いろんなトラウマ出てくるわ。親愛の親愛の呼び方ですからねあだ名っていうのは。まあテンションの高さですかテンション。高いテンション放送後も続くんでしょうか教えてくださいということです。普段こんな高くないでしょ今さっきだけよそんな高い。<laughs> テンション高いんですかね。なんか僕は結構その割とその高すぎず低すぎずの、うん、なんかフラットなあれかな聞きやすい番組を目指しておりますよ。<え>高いラジオってもっと高くない？高い人ずっと高いよね。皆さんこんにちは。みミーサさちかです。みんな元気ーって言ったらさ疲れない？みんなその三十分 <laughs> その三十分疲れんやってる方も疲れるし。や,るっやってる人いるからいらっしゃるから。いる？あるそれはでも素の人なのかも。私がその素でそんな人間ではないから。う 無理かもあととラジオごに出るんんじゃなないですかかよくあるじゃないですか FM っぽいしゃべりとか AM っぽいしゃべりとかたまにね聞くけど FM っぽいのはこういう時間帯もあるじゃないですか朝とか昼のワイドとか深夜番組はやっぱりちょっと下ネタが入ったりあとちょっと下水話もしたりするけどでも朝とか昼のワイドでそんなことあんまり言わないじゃないですか爽やかな感じ爽やかな感じだったり暗すぎない愚痴とかを言うじゃないですか。うん 日曜日の夕方何の話すればいいんだろうでもやっぱこのね、あのーうん、過去に戻りたいおっさんさんもですけれども、はい、日曜のこの時間は憂鬱な気持ちなのですかってことなんで、うん、まあ休みがあともうちょっとで終わっちゃうっていう,、うん、こうちょっと憂鬱な気持ちをまた来週月曜日から頑張りましょうっていう,こう気持ちにそ、はい、そんんななラララジジジオオオでですかこのいや多分日本で一番月曜日に後ろ向きなラジオだと思いますよ。 いやマジ月曜日つらいよねーってっかわかるよ <laughs> でも頑張ろうと私言わないもん <laughs> それぞれおのおの粛々とねやるべきことをやりなんとか生き抜いて来週もラジオ聴いてもらえたら嬉しいですぐらいのテンションだから。 なんかみんなに元気を与えるラジオをできてる。自信はゼロまあそうですよ、まあ、そもそも扱ってるものがその異世界転生とか生まれ変わってってことなんで。もう月曜日を迎えたくない人が。うん。う、どっか別の世界、月曜日のない世界に。行きたい、転生したいっていうこう現実逃避をするラジオでうん、うん。いいんじゃない。夢とかね。夢を。夢とか。現実でなかなか叶えられない、そう男が女になるとか。女が男になるとか、動物になるとか、そういうことを小説だと簡単に叶えられるから。そうだ。 最後の最後の現実逃避なんだそれ最後の楽園 <laughs> オアシスオアシス月曜日という現実に立ち向かう前に、うん、もうこの時間帯のこのラジオ朗読を聞いて、うん、一時こう異世界に思いを馳るっていうてそういう番組でいいんじゃないですかねそうですね <laughs> みんなも 頑張りすぎずなんとか生きていきましょうそして来週も再来週もずっと聞いてくださいお願いしますはいそんな後ろ向きでも声だけは明るく作っていけるそんな三沢幸が歌っている曲を聞いていただきたいと思います作詞作曲三沢しました聞いてください青い涙改めまして皆さんこんにちは寺島しゅです三沢幸です座海さんは子供は好きですかああ、顔による <laughs> あと態度 <laughs> 絶 生まれ変わってもザワミさんの子供になりなきゃですねうん。何ですか子供がえー、子供の職業社会体験施設キッザニアで、うん、映像クリエイターの仕事体験ができるオンラインプログラムがスタートしましたお<ー>えー、仕事体験と同じようにキッザニアのスーパーバイザースタッフのサポートを受けリモートワークで体験できるコンテンツえー、参加する仲間とチームとなって専用の映像編集アプリを使って一本のアニメーションを完成させます、うんえー、完成像は 後日キッザニア甲子園キッザニア東京の、えー、劇場パビリオンで上映、えー、仕事完了時に受け取るメールを持参するとお給料として専用通貨キッズを受け取ることができるということです<ー>対象は15歳までの子供8月31日までの土日祝日に開催しているようでございますけれどもキッザニアってすごい痛ってできた時思いました あればよかったのに私の子供の頃にって思ってた。できた僕きつには知らないかも。えでもだいぶもう私は行けなくなった時ぐらいだったと思いますよ多分。10年ぐらい前かな。できたとしても東京とかそう甲子園とかだから山梨から休みの日にお母さん連れてってって,言って連れてってもらえる場所じゃなかったからなんかあの消防士の格好をして、うん、あの放水訓練したりとかしてる人を見てうん、うん、めっちゃいいなって思っててんんお仕事体験いいなって思ってたんですけど<ー>まあ今ね なななかなか外出できない中、うん、しかも映像クリエーターっていう、うん、みんながこう目指してるというか夢あふれる仕事のオンラインプログラムが すごい、ね、もうリモートで体験できるんだるん、ね、もう YouTuber に将来なる人たくさん出てくるんじゃないですかこ,こああそうかもやっぱ YouTuber になりたいって職業ランキングの上の方にあるから、うん、映像が作れれたたららね一、うん、人でで自分でやれたら今映像編集ができるだけで食うのに困らないとか言われてるぐらいですからね、うん、編集ができるだけでね,ね<ー>すごくねこれお子さんにもいいと思うんでもしねこれ聞いてらっしゃる方で15歳未満の方いらっしゃいましたら、うん、ぜひぜひ将来のために映像編集をね勉強するのもいいと思うんですけども像 クリエイターになったりアニメーターさんになるかもしれない。その時はぜひ私たちの声をお使いください。お願いします。よろしくお願いします。割安でやります。そうですね。このラジオ聞いてましたって言ったらちょっと引きますよ値段。五パー引きで。もうちょっと頑張ります。いやそう映像とか全然作れないから。あ、作れないですやったことないですかそういうまあ映像じゃなくてもいいけど例えばスマホで撮った動画をこう編集するみたいな。ああ、スマホで撮った動画をスマホでちょっと編集してインスタに上げたりとかはしたことあるけどもうなんか途方もなくち。 細かいことが多すぎて作業としてイライラしちゃうんです私 <laughs> なんででかい声出しても解決しないんだって気持ちになってしまうでかいどういうことですでかいあーって言ってもどうにもならない <laughs> でも黙って一個一個の作業をちま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 やるしかないじゃないですか何回も何回も見直して同じ映像で落ちしってんのに何回も見るんですよ 確かにね見たことあるやつを何回も見なきゃいけないけす,すごい大変だと思う確かに編集するってテロップもだいぶね大変だって話は聞きますよね、うん、テロップ入れるだけで大変ですもんやっぱタイミングとかフォント、うん、大きさとかこう出方がこうふわって出るのかパンって出るのか、うん なんか10秒ぐらいの映像にテロップとか効果音とかつけるだけでも30分ぐらいかかってっていう話を聞きますからねだから10分の動画作るのにもう5時間とかってかいうわーすごいな慣れてくるとねどんどん速くなったり自分の中でのやり方とかあると思いますけど,すけどいや最近 YouTube 見ててもプロの編集じゃないかっていう一般人の Vlog とかあ,、ね、あとなんか歌って。 を歌った人とかの写映像がもうなんか一眼で撮ってるからもうプロみたいだし、歌詞も出てるのがおしゃれに歌詞出してくるから、すげーみたいな。すごいっすよね。何、なんな,なんでみんなあんなすごいんですか？やっぱりでも簡単になってきてるっぽいんですね。僕もあの YouTube ちょろっとやるときに自分で編集をしようかなと思って、うんうん、あのちょっと有料の編集ソフトみたいなのを買ってうん、うん んですけどまあもう本当にちょこちょこっと触っただけなんですけど、うん、意外となんかこうもう最初からある程度こうデフォルトでセットされてる効果音とか、うん、こう文字の流れ方とか出てき方みたいなのがある程度なんかあって、うん、へえと思ってポッてそれを挿入すると、うん、すっげえおしゃれな感じにこう切り替わったりとかして、うん、あもう最初からこういうのがあ,のある程度入ってんだソフトに、うん、と思って確かにこれ組み合わせて。 やったら簡単におしゃれなな映像作れちゃうなーみたいなのは思ったのですいなそれが自分の手となり足となるように使いこなすのが多分やりたい映像とやりたい映像もそんな浮かんでこないかもなんかその映像にどうしたら声つけれるかなとかはいくらでも浮かぶんですけど、うんうん、映像が浮かばなくて、ね、YouTube とか流しながらあの子供とかあと動物の映像に、うん なんか無意識でで声当てちゃうんんすよ<ー>なんかポテポテ歩いてるから「へっへへああ」みたいなの当てれるけど、うん、それをいい面白い映像によりしてって言ったらどんな効果音つけて<ー>どんな効果のなんか色合いとかしてビヨンヨンヨンってやって「わあ」ってのつけるどいつつければいいの、うん、って思う。 これ大体でも僕前なんかバラエティ番組作ってるなんか方がテレビで行ってたんですけど世の中の人が思ってるこれ面白いなって思うそういう映像ってい、うん、テロップかかのおかげらしいですよ、えー、あの感動的な映画で感動するシーンで大体感動的な BGM が流れてるんですけど確かにその感動の BGM 抜いて全く同じシーン見ても人って 感動できないらしいんです。いやできない場合があるぐらい BGM で変わるらしいですね。<laughs> あのなんかいい感じの音楽が流れることによってここ感動シーンですよっていうのを無意識にこう感じ取ってるから、うん、それでこう泣く準備とかができる。わお。けど操られてんじゃん人間。無音だとあれああそっかこ,こあやべ泣きそびれたみたいな感じ。泣きそびれた。たな,れたなっちゃうらしいですよ。確かに最後にああそこが最大の盛り上がりか。そう,うバラ。バラエティとかも。うん 芸人さんが何か行った時に笑ってるお客さんの声とかあるからあここ笑いどころなんだってわかるからは<ー>は,ーはーってなんか,かたまに「M−1 グランプリ」であれって生だから自分的にはあんまりそんなに面白くないのかなって思っててもうん、うん、一瞬セン審査隕席パッって映されて、うん、松本さんがめちゃくちゃ笑ってたら自然と笑っちゃうもんね確かなんか。に確かに あなんかあ松本さんが笑ってるってことはこれ面白いんだみたいな感じなんか自然に<ー>もう一回見てみたらあ確かに面白いかもみたいな笑いないいいどころの目安というかううだから多分あのカ,メラさんカメラマンさんもここ今面白いボケですよっていうの分かるために多分松本さんをスッって抜くんだ面白いよそう「松本さん笑ってるよ笑って!」みたいな感じでこう抜いてんじゃないのかなって思うけどね。 松本さんはね多分ここ笑いどころっていうのがかもまあその、うん、まあ私たちが芝今の芝居こうだなっていうのがわかるように多分芸人さんの流れであここ今落としたんやなっていうのがわかって多分テレビ的にね、うん、大げさに笑ってくれてる部分も多分あるとは思うけどそ,う、ね、そこをカメラさんが、うん、助かるつって撮るんだ。わ分かりやすい逆回ってあのヒヤヒヤしますけどね。えー、どういうことですか？基本的あ面白いと思ってパッと審査員席に移した時に審査員が誰も笑ってないとあ,あなんか俺ずれてんのかみたいな。わかるわかるわかる。<あ>え面白かった。 そそうかそんんななに面白くないんだもうすぐその時私めっちゃすぐネット探しちゃう <laughs> みんな笑ってる笑ってるって言ってか心配になっちゃって自分の意見が合ってるのかどうかがだからみんな面白かったよなって言うかどうかが心配で「m 1のタグを見て「 シーンとかそうだよ、ね、なんかあんまり面白くない「うん、滑ったな」とか書いてあった時はびっくりするけどだから多分あの本番の空気とそうなんだよねテレビの空気違うから、ねうね、笑いどころが多分違うんだ「そうなんだよ大丈夫だよ」って言ってあげたいそ,、ね、その頑張ってる芸人さんに「うん、大丈夫ね」って だからあの画面をね構成で面白くなるもならないもね、うん、でもカメラマンさんの腕とかでもあれだからバラエティ編集入るとよりそこがあの編集の人の腕にかかってくるんだろうね面白い芸人さんのボケをいかにこう受けてるように見せるかっていうのは編集でこうねやるんだろうね。編集じゃなよりも まちちままして大変なのにみんなの感情を司ってるから一番会いたいのはプロデューサーサじゃなくて編集さんなんじゃないですか編集さんかもしれないもう編集さんの手で面白い芸人さんにもなれるしちょっと滑ってるふうに滑ってるふうにできちゃうわけじゃん、うん、編集次第で笑いとかカットしてでわなんか全然笑ってないお客さんをわざと映してそしたら「滑った」みたいになっちゃうからうわ怖怖いね ラジオもだってめち,めちゃめちゃ面白いトークしか私たちしてないのにも,もしかしたらそこそこに編集されてるかもしれない。<laughs> 全然わかかんないけどそそろそろ行こうかはい <laughs> ということでそろそろ7作に行ってみましょう。はい今月ピックアップしている小説はこちら未来から僕の奥さんである花森さんがやってきて現代の花森さんに告白するよう圧をかけてきた ラブコメを中心に投稿している作者の現実世界かっこ恋愛ジャンルの人気作品でございます作者はまさきまさきさんです、えー、主人公の山下ひろきは、えー、クラスメイトの花森さんに淡い恋心を抱いているんですがヘタレなひろきさんはですね、えー、告白をする勇気を出せないまま毎日を過ごしておりましたそんなある日、えー、学校の校門を出たところで花森さんにそっくりな大人の女性に声をかけられますその女性は未来から来た花森さんで、えー、今奥さんになってるんです私、うん、と言っております えー、さらに今から、えー「現代の自分に告白して!」と迫って、まあ、半信半疑ながらもひろきは、えー、花森さんを公園に誘い「うん、あ,あのいや無理ちょっとトイレ行ってくるわ」って言って「いやそんなもうちょっと私のためにも頑張ってよ」と未来の花森さんに言われ「じゃあ告白してきます!」と言ったところですね。はいいわわかりりやすい、うん、これでこ今週で終,わり終わり 完結ですな告白今日するんしないのかなどっちだろうとど,どんな後も、ね、ここまで応援されてしないしかも未来とかちょっと SF オフスをどう処理するのかって、ね、確かにありますからねじゃあいい早速読んでいきましょうえー、今からお届けする朗読部分原作を MBS ラジオで脚色しております小説家なので読める原作はまた違った色がありますのでそちらでもお楽しみいただけたらと思いますではどんな物語になっているのでしょうちょっと覗いてみましょう 花森さん待たせてごめんねあううん、うん、私は大丈夫だけど未来の花森さんに背中を押され現代の花森さんの目の前まで全速力で走ってきた僕僕のただならぬ雰囲気にベンチに腰掛けていた花森さんは慌てて立ち上がった花森さん大事な話がありますあ 僕は花森さんが好きです<え>ずっと前から僕は花森さんのことが好きでしただからどうか僕と付き合ってくださいそして僕は目をつぶって深く頭を下げたえどうにでもなれ嬉しい 花森さん思わず僕は顔を上げたそこには頬を一筋の涙で濡らす花森さんの顔があった私も山下君のことが好きですえ！こんな私でよかったらこちらこそよろしくお願いします花森さんははにかみながらペコッと僕に頭を下げてくれた うわぁ花森さん<や>あまりの感動に僕は花森さんのことを思いっきり抱きしめてしまったや山下くん <laughs> そんな僕のことを花森さんもそっと抱きしめ返してくれるああ <laughs> 花森さん花森さん僕は一生 君をン事に浸っていると大げさな拍手をしながら未来の花森さんが僕たちの前に現れた。ちょちょっとこの時代の花森さんと未来の花森さんが出会ったらタイムパラドックス的なあれがあれしちゃうのではお,お姉ちゃんえー 僕の心配をよそに現代の花森さんの口からとんでもない一言が飛び出した今なんとお姉ちゃんなんでお姉ちゃんがこんなところにいるの <laughs> あんたたちがいつまでたっても煮え切らないから私が一肌脱いであげたんじゃないこの子ったらねいっつも家でヒロくんのことしか話さないんだからえー お姉ちゃんそういうこと本人の前で言わないでよそれに何でお姉ちゃんが山下くんのこと下の名前で呼んでるのいや待って待って待ってちょっとだけ頭を整理する時間をちょうだいよ一体今何が起きているの試しに今日校門の前で貼ってあんたたちが並んで出てくるところを観察してたんだけどさ見た瞬間確信したね あーこいつらただのベッタベタな両肩思いだなってねそそんなに分かりやすかったですかね僕たちいやいやそれよりもでもホクロはそうだこの人が本当に花森さんのお姉さんだと言うなら首筋のホクロの説明がつかないいくら姉妹だからってあんな特徴的なホクロが同じ場所にできるとは考えづらいああこれはねマジックでちょちょいと書いただけ マジックでちょちょいと未来の花森さんもとい花森さんのお姉さんがハンカチで首筋を拭くとほくろは跡形もなく消え去ったノー感謝しなさいよ二人とも私が手こ入れしなかったら余裕であと一年はもたもたしてたわよあんたたちはあなぜだろう素直にありがとうという言葉が出てこないのは 何はともあれこれから末永くよろしくね未来の弟くんお、ま、弟花森さんのお姉さんは意味ありげな笑顔を僕に向けてきたのだったええー、僕が花森さんと結婚したらこの人がキリのお姉さんになるの思わず僕は天を仰いだ。 リスナーの皆さんもぜひ参加してください食レポ製用になろうのコーナーですはい先週の答え合わせを早速していきましょうまあそうじゅんさんが食べたお菓子は私はふがしだと思った、えー、なるほどじゃあ僕の食べたお菓子正解は、うん、シミチョココーンでしたちっちゃいやつでしょシミチョコってロングバージョンですなんだそれ全然定番じゃないシミチョコはね定番なんですけれども、うん、ロングな サイズがあったということで僕も初めて食べたんですけどマジそんなのあるんだめちゃくちゃ美味しかったですね当たった人いるんですかねじゃあ、えー、今回は私が食べて食レポし、うん、そしてズンさんには、えー、あとリスナーさんには目をつぶってもらい当ててもらいたいと思います何のお菓子だったかね私がいい感じなあのコメントしますのでよろしくお願いしますじゃあ目つぶりますはい 消毒で手を消毒しおぉ増えてるそうなのよすごい夢みたいな空間になってるよ僕はさっきそこから何の関係もないところで2つお菓子をつまんで食べました美味しそうなお菓子がいっぱい入ってますからね、うん、あ、これもお菓子かっていうものまで入ってますね、うん、あ、でもこれ、これは、これは音も鳴るしみんな知ってるやろ音鳴ります<し>本当ですかいや、わかんないいつも鳴らないですよこれがしけってないことを祈りますよあ、開けちゃった今はい、えっと こうういものでしてこういうものでしてはい、はい、開けた時にペリペリペリって今音が実をしてましい。で開けるとさらに袋が入ってて開けます、はあ、こういうものが3つ入ってます三つ ?3 つ ?3 つ,、うん、3つ ?6 粒が3枚入ってる <laughs> これがね1シート 1ートはいはいはい6個のあれが入ってるんですよね、はい、あれがはいあなんかね懐かしい匂いがしますし白い匂いがする白い匂い白い匂い色をなんか色で匂いを乳酸菌って感じあーはいはいはい食べてみますよおーああ分かったかもうん あまりだけじゃなくてちょっと酸味もあってあーこれはもうポリポリあのすぐなくなっちゃうなって感じそれあれですよねあのかじらなくてもいいやつですよねかじらなくてもいいあ舐めるタイプの方もいるかも、ね、こごこれの一つを完全に、うん、もういいいいっすか当てて僕当ててくださいはいヨーグレットさあ食レポしたお菓子名は当てられるかな ハッシュタグシャープなろう MBS をつけてツイートしてください寺島純太と三沢さし佳の小説家になろうナビセカンドブックいかがでしたでしょうかはい朗読がすごいスッキリと終わってねざっ完結って感じ、ね、なんかもう三人で幸せに暮らしてくれっていう気持ちになりましたね九十、うん、分映画にしましょううん綺麗、うん。小説家になろうでは今月紹介する作品はもちろんたくさんの作品を読むことができますし皆さんの作品を投稿してもらうこともできます 現在「小説家になろう」では出版社各社とタイアップ中8月5日締め切りの「漫画ガウガウコミカライズ」原作大賞や10月31日締め切りの第3回アーススターノベル大賞などのコンテスト企画を多数実施しています詳しくは小説家になろうホームページからご確認ください。 そしてこの番組は YouTube チャンネルでも楽しむことができますまた Twitter も開設していますのでフォローリツイートよろしくお願いします、えー、感想などをつぶやいていただく際はハッシュタグナロウ MBS でつぶやいてくださいまたリスナーの皆さんから番組へのメールもお待ちしておりますメールアドレスはナロウアットマーク MBS179.com NAROU アットマーク MBS179.com です そしてパーソナリティ二2人ともに Twitter&YouTube チャンネルやっていますのでこちらもフォローチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで小説家になるナビセカンドブックまた来週お会いしましょう寺島純太とでしたバイバーイ